俺はメーカー企業に勤めている。毎日のように仕事に追われ、ヘトヘトになって家に帰り、ご飯を食べ、お風呂に入って寝る。こんなありがちだけど、面白みのない生活を送っていた。そんな俺に、転機は突然訪れた。いつものように仕事から帰り、コンビニのお弁当を食べていると、突然インターホンが鳴った。俺がドアを開けると、そこに立っていたのは、意外にも俺のよく知る人物だったのだ。本当は僕のこと、迷惑とか思ってません?俺の名前は岡田健介。現在25歳でメーカー企業に勤めている。俺がここの会社に入って、早4年。給料はいいとは言えないが、ようやく仕事を楽しいと感じてきていた時期だった。そんな俺の住んでいる小さなアパートは、親友であるスバルの知り合いが管理人をしているということで、俺は格安で済ませてもらっていた。そのおかげで、入社直後から俺は貯金ができていた。それは今でもありがたいことだと思うが、仕事帰りはヘトヘトで、コンビニ食で夕飯を済ませ、お風呂に入って寝るという面白みのない生活をしていた。そんな俺に転機は突然訪れた。それはある日の晩、いつものようにコンビニのお弁当を食べていると、突然インターホンが鳴った。はい。こんばんは、清水です。清水まりなです。わかるかな?え、まりなさん?俺は驚いた。清水まりなさんとは、俺の親友の姉で、年齢は俺より一つ上のはずだから、今年で26歳のはず。昔から落ち着いたお姉さんといった雰囲気で、近所でも噂になるほどの美人だった。家族ぐるみで親しくしていたこともあって、互いに面識があった。俺は慌ててドアを開けると、実は私、去年までは隣の県に住んでたんだけど、転職でこっちに来たんだ。ここのアパートってうちの親戚がやってるでしょ?だから紹介してもらったの。ああ、なるほど。確かに僕もスバルから紹介してもらったので。そうだよね。ここにケンスケ君が住んでることもスバルに聞いたから挨拶しに来ちゃったの。もしよかったら今晩うちに遊びに来ない?今晩ですか?行きます。もちろん行きます。よかった。夕飯って一人で食べてても寂しいじゃない。ひょっとしてケンスケ君もう夕飯用意してた？いや、なんもないです。しっかりコンビニで弁当を買っていたが、明日の朝食にすればいいと思った。美女からの誘いの方が優先度が高いに決まっている。でもお邪魔しちゃって大丈夫なんですか？え?もちろん。むしろ来てくれると嬉しいな。このアパートってボロいけど、キッチンだけは広いんだよね。キッチンですか。ズボラで一人暮らしだった俺は、キッチンを意識したことがなかった。マリナさんは腕時計をちらっと確認すると。じゃあ、ちょっとだけ準備に時間がかかるから、30分後に来てくれる?はい、わかりました。俺は自分の持っている中でもおしゃれな服に着替え、きっちり30分後にマリナさんの部屋に向かった。そしてドアを開けた瞬間、いい匂いが漂ってきた。お邪魔します。ん?この匂いは、やっぱりハンバーグだ。テーブルの上には山盛りのハンバーグとポテトサラダ、そしてスープ。手の込んだ料理が並んでいた。こんな美味しそうな晩ご飯を食べるのは久しぶりだ。子供のようにはしゃぐ俺を見て、マリナさんは笑っていた。エプロン姿もとても綺麗なマリナさんと、子供っぽい自分との落差を感じた俺は、恥ずかしくなり顔を赤くした。なんかすいません。嬉しくてつい。いいのいいの。ケンスケ君が昔と変わってなくて安心した。僕って昔からこんな感じですか?
うん、全然変わらないかな。無邪気というか。それからはマリナさんと仕事の話やスバルの話、この近所の話など、いろいろな話に花を咲かせた。料理もとても美味しくて、何度もおかわりをしてしまった。きっとマリナさんと食べているというこの状況も、料理を美味しくしてくれたのだろう。ちなみに、ケースケ君っていつも晩ご飯どうしてるの？ああ、いつもはコンビニで買って食べてます。じゃあ自炊もしないってこと？ええ、全く。全然食事にこだわりがなくて。ザ・男子って感じだね。もうとっくに20歳を超えているのに、男子と呼ばれるのがなんだか恥ずかしかった。そしてマリナさんは、俺のコップに麦茶を注ぎながら続けた。私、料理作るのがすごく好きなんだ。そうじゃないとこんなに美味しく作れないですよね。そんなに褒めても何も出ないよ。しかし彼女には一つ悩みがあった。それでね、一人暮らしだとどうしても量が多くなっちゃうから困ってるんだ。そして次の瞬間、マリナさんは自分の顔を俺の近くにぐっと近づけてきた。ねえ、ケンスケ君、私のお手伝いしてくれない？え、お手伝いですか？そう、私が料理を作るからケンスケ君がそれを食べる。どう？そんな難しいことじゃないでしょ？俺にとってメリットしかない話で反応に困っていると、マリナさんは慌てて続けた。ああ、別に無理しなくてもいいからね。たまに来てちょっと食べてくれるだけでも嬉しいからさ。いや、食べたいです。マリナさんの料理は本当に美味しかったですし、できるなら毎日、いや毎食でも食べたいくらいです。俺が食い気味に返すと、マリナさんはその勢いに圧倒されていたが、またすぐに笑顔を見せてくれた。大げさだな。でも嬉しいよ。ケンスケ君こそ気持ちいいくらい食べてくれるから料理の作りがいがあるわ。こうして俺たちは晩ご飯だけは必ず一緒に食べるという不思議な生活が始まった。マリナさんは本当に料理を作るのが好きなようで、和、洋、中といろいろなジャンルの料理を振る舞ってくれた。それでも彼女も普段は働いているわけで、料理を作るのが負担になっていないかと少しだけ心配だった。しかしそんな心配はいらなかったようで、彼女にとって料理を作ることがストレス発散になるらしく、とにかく毎日楽しそうにしていた。マリナさんは食べてくれるだけでいいと言っていたが、さすがに食費は俺が払うことにした。それでも毎晩こんな綺麗な人と美味しい料理が食べられるのだから、俺としても本当に幸せでありがたいことだった。さらに嬉しいことに、駅でマリナさんにばったり会う頻度も増えた。あれ、マリナさん、今帰りですか？なあ、ケンスケ君、お疲れ様。せっかくだから一緒にスーパー行かない？もちろんですよ、行きましょう。よかった。でも一緒にスーパーに買い出しに行って一緒に晩ご飯食べるなんて、なんか夫婦みたいだね。マリナさんからこんなことを言われたら、俺は心臓が止まってしまいそうだった。毎日マリナさんと食事をすることによって、俺はマリナさんに恋をしてしまったのだ。ケンスケ君、今日もよく食べるね。夕飯を食べ終えると、いつもマリナさんは俺のことをニコニコしながら眺めてくる。本当に彼女は料理を振る舞うのが好きなのだろう。俺はマリナさんのこの嬉しそうな顔を見るのも幸せだった。ケンスケ君が中学生の頃、うちで桃食べたの覚えてる？ああ、懐かしい。スバルとプールに行った帰りですよね。そうそう。ケンスケ君たら桃を食べすぎてお腹壊しちゃったんだよね。ちょっとやめてくださいよ。スバルの家で食べた桃は甘くてみずみずしくてとても美味しかった。
俺はあの日から桃が大好物になったんだ。トイレに駆け込む俺を見て、当時高校生だったマリナさんは穏やかに笑っていたのを鮮明に覚えている。その話がきっかけになり、俺たちは子供の頃の話で盛り上がった。俺が転んで泣いていたこと、カード集めに必死だったこと、マリナさんはたくさんの思い出を話してくれた。俺にとっては恥ずかしい思い出ばかりだったけど、何より覚えてくれていたことが嬉しかった。俺はこれからも彼女とずっと一緒にいたい。そして彼女との思い出をもっと作っていきたい。俺のマリナさんに対する気持ちはどんどん大きくなっていき、彼女に告白をすることを決心した。いつも通り夕飯を食べた後、俺は彼女にネックレスを渡して告白をする。平凡な俺にはそんな告白の方法しか思いつかなかった。そして告白すると決めた日、俺はそわそわして全然仕事に集中できなかった。何度もネックレスを渡すイメージトレーニングもしたし、告白の練習もした。絶対に残業をしないように仕事の調整もしてきた。あとは定時になるのを待つだけだと思っていると、私いつも彼氏に夕飯作ってるんだけど。すごいじゃん。女子社員の会話が聞こえてきた。普段なら仕事中に私語をするなよと思うところだったが、彼氏や夕飯というワードが聞こえてきて、俺はついつい聞き耳を立ててしまった。でも彼氏は食べるばっかりで何もしないの。そういうの嫌じゃない？そうなの、作ってもらえるのが当たり前に思ってるんだよね。作る方の身にもなってよって感じ。そうやって調子に乗ってる男って多いのよね。なんだか俺に言われているように感じて不安になってきた。俺も同じだ。マリナさんに料理を作ってもらうばかりで、俺は彼女に何もしていない。ひょっとしたら俺も迷惑がられているかもしれない。いや、でもマリナさんに限ってそんなことは思わないはず。俺は今日彼女に告白をするんだから、しっかりしないと。俺は余計な心配を振り切って、なんとか自我を保った。そして定時になり、俺は急いで帰った。駅に着くと、見慣れた後ろ姿を見つけて、心臓がドキッと跳ねた。マリナさんが少し先を歩いていたのだ。俺は彼女に声をかけようとしたが、なぜかマリナさんは家とは違う方向に歩いて行ってしまった。いつもの帰り道とは明らかにルートが違う。一体どうしたんだろう。それと同時に昼間の女子社員の会話が蘇ってくる。やっぱり俺と帰るのすら嫌だったのかな。それにあんな綺麗なマリナさんなんだから、すでに彼氏がいるんじゃないか。きっと俺は弟の親友だから優しくしていただけなんだ。俺なんかが告白しても断られるだけだよな。告白しようだなんて考えていた自分が恥ずかしくなり、俺は一人で家に帰った。綺麗に包装されたネックレスの箱を取り出し、ぼーっと眺めていると、家のインターホンが鳴った。あれ、ケンスケ君？晩ご飯できたけど。マリナさん。どう見てもいつもよりテンションの低い俺を見て、マリナさんは不思議そうな顔をしている。ケンスケ君、どうしたの？今日も夕飯食べてくんだよね。本当は僕のこと、迷惑とか思ってません。何の話？ケンスケ君どうしたの？とにかく部屋で話そっか。俺はマリナさんに強引に腕をつかまれ、彼女の部屋まで連れて行かれた。ネックレスの箱を持ってきてしまったことに気づき、俺は慌てて椅子の下に隠した。
話は食べてからにしよう。料理が冷めちゃうから。こんな気分でもマリナさんの作る料理はやっぱり美味しくて、俺の緊張は少しずつほぐれていった。そして食事が終わると、マリナさんは真剣な表情で俺に尋ねてきた。それでケンスケ君、突然どうしたの？隠しても無駄だと思った俺は、おとなしく何があったのかを話すことにした。実は今日こんなことがあって。するとマリナさんは声を出して笑った。私が好きで誘ってるのに、そんなわけないでしょう。でも今日、家とは違う方向に歩いていたのを目撃してしまって。ああ、それで勘違いしちゃったのか。するとマリナさんは立ち上がり、キッチンに向かった。そして袋の中をゴソゴソと探ると、俺にあるものを見せてくれた。これよ、これ。今日はこれを買いに行ってたの。これは桃ですか？マリナさんの手には桃が乗っていた。そうよ、駅からはちょっと遠いんだけど、新鮮な野菜とか果物が売ってる直売店があるの。今日はこれをケンスケ君に食べてもらおうと思ったの。なんだ、そうだったんですね。どうして早とちりしちゃうかな。本当にごめんなさい。俺は座ったまま頭を下げた。いやいや、そんなに謝らなくてもいいけどさ。確かに気にしちゃうのもわかるし、普通に考えれば料理作るのって大変だと思うもん。俺が顔を上げると、マリナさんは寂しそうな顔をしていた。今は料理を作るのが本当に好きだけど、昔は作りたくない時期もあったしね。そうなんですね。うん、だって一緒に食べてくれる人がいないと、あまり喜びを感じないというか、嬉しくないというか、自分のためだけに作っても寂しいからね。だからケンスケ君が本当に嬉しそうに食べてくれるのを見て、私救われたんだよ。そんな、僕の方が救われてますよ。だって今までずっとコンビニのご飯だったのに、毎日美味しい料理を作ってくれて、マリナさんの顔が見られるだけでも僕は幸せなのに。やばい、つい勢いで余計なことを言ってしまった。焦っている俺に対して、マリナさんは穏やかに笑顔を浮かべていた。マリナさん、僕マリナさんのことが好きになってしまいました。俺は勇気を振り絞り、椅子の下に隠していたネックレスをマリナさんに差し出した。今まで気づいていなかったかもしれませんが、僕はずっとマリナさんのことを思っていたんです。マリナさんは一瞬驚いていた様子を見せたが、すぐに満面の笑みを見せてくれた。やっとできたね。実は私、ケンスケ君がいつ告白してくれるのかなって待ってたの。え？だってそのプレゼントの箱ずっと見えてたし。とんでもない勘違いをしていた上に、プレゼントのことまでバレていた。俺は恥ずかしくなって顔が真っ赤になった。それでもマリナさんは箱を受け取って、その箱をギュッと抱きしめた。でもね、すごく嬉しいよ。だって私もケンスケ君のことを好きだから。本当ですか、マリナさん。じゃあ僕とお付き合いを。ああ、でも待って、先にケンスケ君に謝らないといけないことがあるの。え？謝らないといけないこと？せっかく一安心できたのに、俺は再び緊張した。マリナさんはしばらく黙り込み、ようやく口を開いた。実は私ね、ケンスケ君のことを騙してたの。え、騙す？そう、騙してた。実はね。彼女は何かを覚悟したように、
俺の方を見た。私たち仕事帰りによく駅で会ってたでしょ。そうですね。すごい偶然だなって思ってました。私ね、ケンスケ君の帰りを待ってたの。ごめんね、待ち伏せとかしちゃって。私気持ち悪いよね。全然気持ち悪くなんかないです。それにそんなこと騙したって言いません。実は俺たちは両思いだったのだ。しかもマリナさんは俺のことをずっと待ってくれていた。本当に嬉しいです。マリナさんのことが好きです。付き合ってください。そんなに何回も言わなくても分かったよ。じゃあこれで私たちは恋人同士ってことね。マリナさんの顔は真っ赤になっていて、照れているということが伝わってきた。いつも余裕があって冷静なマリナさんの初めての一面を見て、俺は胸がいっぱいになった。その後、マリナさんが剥いてくれた桃は、今まで食べた桃の中で一番美味しかった。こうして、俺たちの交際が始まった。家にいる時も、デートをする時も、マリナさんは必ずあのネックレスをつけてくれている。そして今でも変わらず、マリナさんは毎日料理を作ってくれる。少しだけ変わったことといえば、たまには俺も料理を手伝っているということだ。はじめは手際の悪さに怒られることもあったけど、徐々にコツをつかんできた。彼女と一緒なら料理をする時間もとても幸せな時間になった。そして一年半の交際期間を経て、俺たちは結婚した。郊外に一軒家を買い、俺たちの新しい生活も始まった。あの思い出のアパートを出るのはなんだか寂しかったけど、それ以上にマリナさんと共に生活ができることが幸せだった。そして今では二人の子供に恵まれ、家族四人で賑やかに生活している。マリナさんに似て綺麗なお姉ちゃんと、俺のようにたくさん食べて元気な弟だ。週末にはみんなで料理を作り、騒がしくも幸せな時間を過ごしている。ちなみに、庭には一本の桃の木を植えている。俺たちにとって思い出の果物だから、俺とマリナさんでしっかりと育てている。毎年たくさんの実がなる桃は、俺たちの恋愛のように甘酸っぱい味がした。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。